こんにちは。麻生財務大臣のファンの皆様、今日はいかがお過ごしでしょうか。素晴らしい麻生財務大臣のね、お考え、そしてこの発言に触れるに従ってですね、そのために私たちは心が清らかになるような気がしますけど、いかがでしょうか。今日はですね、麻生財務大臣が先日言われていたそのモラルハザードについてちょっと分解してみようかと思うんですよ。というのがね、ベーシックインカムなり特別定額給付金の、10万円の給付なり、これをやっちゃうとね、企業に対する、持続化給付金もそうですけども、社会のモラルを毀損するモラルハザードにつながるんではないかなというふうに言われてたんですよ。確かにね、言ってみれば何もしないのにちょっとした災害、ちょっとした災害ではないですけども、今回はね、災害のたびに国民にお金を配ってしまっては、企業にお金を配ってしまっては社会秩序が保てないと、モラルハザードにつながるっていうのはごもっともな意見だと思いますけども、ただですね、やっぱり状況によるんじゃないかなと思うんですよ。さすがにですね、生きるか死ぬかみたいな、そんなね状況にある人にモラルとかなんとか言ってる場合ではなくて、とりあえず今日をしのぐ金を渡すっていうのは国の大切な役目じゃないかなと思うんですよ。そしてですね、今となってはほとんどの省庁、国会議員さん、それからそれを支える有権者、こういったものが給付金に反対ではないんですよね。減税にも反対ではないんですよ。もう期間限定でもいいんで減税をして、そして社会保障費をね、免除したりとかね、いろんな施策が練れると思うんですよ。今国民は疲弊してます。中小企業はものすごくやり込められてます。わけのわからない特措法かなんか分かりませんけどもね、時短営業とかこうやってわけのわかんないところで、何の裏付けもないところでね、飲食店だけを集中放火して、ちょっと前はね、夜の街とか言ってましたよね。麻生財務大臣も夜の街は使われてると思いますけども、でもこういう時だけね、自分が綺麗な体みたいなふりをして、夜の街はどうこうとかね、これは小池さんが言ってるのかもしれませんけどもね、小池さんもね、夜の街とか言ってる、そんな場合じゃないですよ。小池さんね、東京都民が守れてないわけでしょ。小池さんが東京都知事になって何人お亡くなりになったのか、何人失業したのか、何個の、ね、会社が潰れたのかってよく考えてみてほしいんですよ。そういうことを考えると、小池さんがね、毎日テレビに出て、それは自分は気持ちがいいでしょうけどもね、でも国民はそのたびにうんざりしてます、ね。今日は小池さんがどんな発表するのかなと思ったら、大したことを発表せずに終わると、時間も無駄ですよね。で、あと小池さんがいちいち出てくる必要はないんですよ、別にね。もうメールとか文章で十分じゃないですか、今のレベルだったらね。もっと大切なことを呼びかけるとかね、国民を動かす、都民を動かすっていう風な発信だったらいいんですけども、落胆するばっかりなんて思うんですよ。小池さんをね、責めるのは今度置いといて、麻生財務大臣です。モラルハザードとはどういう意味なのかってことなんですよ。じゃあね、将来世代にツケを残さないように今を我慢するのが、これモラルなんですかね。だって今日飢え死ぬ人に対して将来のツケとか言ってもね、いや将来俺にはないんだよと、俺たちに明日はないんだって言われたら、どういうモラルがそこに存在するんでしょうか、ね。私はね、最大のモラルハザードは今この瞬間を生きてないってことだと思うんですよ。将来を気にするがあんまりね、今日のご飯を食べてないってことだと思うんですよ。そしてご飯を食べさせてないってことだと思うんですよ。これはどうですかね。だって今日飢え死ぬかもしれない人に将来の月が回るからっていうのでお米を出さないんですかね。どういうことなんですかね。確かにね、モラルハザードっていうのは長い目で将来も考えないといけないなってところあります。それはですね、例えば原発の事故が起きたら将来世代にわたってまさに月を残すから原発の再稼働はどうしようかって考えたりね、それからカーボンニュートラルみたいにこれから CO2 をどんどん出していったら将来の地球にものすごくダメージがいくんじゃないかなっていうことで、ちょっとカーボンニュートラルにしていこうかとか、カーボンゼロにしていこうかって言ったら、これはいいですよ、将来世代の月ですから。ただね、環境問題とかそういった自然現象とかっていうのは人間にはどうしようもできないところがありますけども、ことお金の発行に関しましては日本では日本円が擦れるわけですから、財政出動をバンバンしてね、今飢えそうな人だけでも救っていく、平均年収に420万ぐらいでしたっけね、それに達してない人にはとりあえずね、今年は400万を渡すとかでもいいと思うんですよ。なんか困りますかね。麻生財務大臣の懐が痛みますかね。それとも財務省の何か悪いことが起きるんですかね、お金を財政出動して困る人は全くいないんですよ。でましてや財政出動で国債で償還したお金、こういったものがね、どんどん出てきますけども、国債を発行したことによる財政出動による日本円、これを回収しないと困る人、誰かいるんですかね。だって消費税が上がったところでね、誰かの給料上がるんですか、ね、財務省の誰かの職員の給料上がるんですか。上がるにしたらそういう個人的な事情でね、国民に負担を押し付けないでいただきたいと思いますし、麻生財務大臣は国民の財産を
守る義務があると思いますよ、ね、円滑に動かす義務が。今国民の財産動いてますかね。使うお金がなくて切り詰めてる状態です。みんなで切り詰めるもんだからお金が全然動いてないですよ、ね、一部の金持ちはそれこそね、投資のお金、バーチャルのお金に突っ込んでます。で、名目上のお金カウンターはどんどん増えてますよ。でもお金持ちだからといって、お金が増えたからといって急にね、高いものを食べるようになりますか。高い服を買うようになりますか。あまり生活水準変わらないですよね。でも所得の低い方っていうのは、今急に10万円飛び込んできたらいろんなことに使うんですよ。今まで足りなかったものとかね、どうしても必要だったものが、ずっと切り詰めていたものが、お金を渡すことによってどんどん消費に変わるんですよ。消費するとどうなりますか。企業の商品やサービスがどんどん売れるじゃないですか。これ将来世代に付け残しますかね。どうなんですかね。商品が売れてみんなでね、いろんなものを買って豊かになりました。ああ、よかったよかった、今日お腹いっぱいになりました、明日も頑張って働くぞ。将来世代に付け残しますかね。これのどこがモラルハザードなんですかね。で、モラルハザードを言うんだったら、生きるのがものすごく厳しくってね、で犯罪に走ってしまった、このモラルハザードはどうします。財政出動することによって犯罪者は生まれません。でも財政出動を、財政を絞ることによって、食うに困った人が犯罪を犯せば、必ず犯罪者と被害者が生まれるんですよ。これこそ将来世代のツケだと思うんですけども、麻生財務大臣はこういうふうに立体的に考えることはできないですかね。自分の財務省という立場を守るだけで精一杯なんでしょうか。そういう人が財務大臣になっているべきではないと思うんですよね、うん、そういうことを考えていく、その延長線上には赤木さんみたいなね、例の財務省職員さんの、まあ、自ら死んでしまうという、そういうふうなこともいるわけですよ、ね、麻生財務大臣は自分の省庁内で起きているああいったブラック労働やね、高圧的な指示、命令、忖度、そして死に至るという現実、これモラルハザードって言わないですかね。麻生財務大臣、足元のモラルハザード、これはどういうふうに説明してるんですか。それともこれから説明するんですか。このまま口を拭って知らんぷりでしょうか。ということで、麻生財務大臣、ますますね、悪い人相になってきてましたよ。もうちょっと爽やかなね、あの頃の野党時代の麻生さんに戻ってくださいよ。私たちの味方だったじゃないですか。責任力とか言ってからね、総理再選を狙ってたでしょ。いやー、責任力ですか。確かにね、責任力必要ですよね。でもその責任が必要とされているのは我々国民ではないです。麻生財務大臣、あなたに責任が必要なんじゃないでしょうか。国民の顔をまっすぐ見ることできますか。どこを見てるんですか。日本を弱体化させて、この国を貶めて、まさか海外に売り出そうと思ってるんじゃないでしょうね。特定の国に売ろうと思ってるんじゃないでしょうね。困っちゃいますね。麻生さん、モラルハザードはあなたのことじゃないですか。それでは本日は以上です。